疲れた。お疲れ様です。ダメ、俺こういう作業苦手だから。いろんな人に助けられて、はい、完了しました。はい。もう二度とやりたくない。ダメさ、苦手な人がこういう作業したら。これなんかベロベロここら辺とかさ、あー剥がれてきてる、ね、剥がれてるの、うわこれはまずいなと思って、このまま塗るとこっからまた剥げてくるってことですよね、色が。そうなんだよ、ピーラー全剥がしですね。そう、わかりました。いいの手伝ってもらって、やりますか、うん、はい、剥がしましたよ。ありがとうございます、助かりました。サビも発見しましたよ。まあでも口張っててないんで、うん、まあサビ点眼剤塗ってサフェンサーで一回閉じて、そうですね、いいと思う、うん、地金まで削ってサフェンサーで蓋してってな感じで、はい、終わったね。塗らせていただきました。ドア裏。ドア裏練習で。とりあえず2枚。あと4枚。よろしくね。枚1日2枚ずつ塗っていくよ。そうですね。てな感じです。ドア裏塗装完了です。ちょっと色がね、バレてきちゃったね。何の色になっていくか。まあでも、いいですよってここ見えないんだけど、まあでもいい感じです。今日はこんなもんで終了しよっか。まあボディもだいぶ終わったしね。何回手直ししたかな、これもう3回目です。3回目の手直し、もうだいぶ面出ししたから、こっちもいい感じです。あとちょっとへこんでた部分はあったので緊急的に直して UV サフェーサー塗ってます。いやー、明日塗れるでしょこれ、ボディ本体。まあフェンダーはね、とりあえずまだだけど、とりあえずセンターピラーとか中の部分を塗っちゃいます。はい、ランクルですね。ランクルも下地がほぼ手直しとかも終わったんで、で塗装する前の段階なんですけど、シーラー入れるポイント、とりあえず全部シーラー入れて、今日のね夜色を塗っていこうかなという感じです。こんな感じですね。テールのところとかも結構錆びてたり、シーラーが剥がれてたりとかしてたので全部剥がしてやり直してます。こういうところとかね、やっとここまで来ましたね。まあ、ちょっとそんな感じなんで、マスキングも無事終わったんで塗っていこうかなと思います。
おはようございます。おはようございます。結構塗りも進みましたね。そうだね、昨日ドアのサッシ塗り終わって、今日ルーフ塗ってくんだけど、ルーフ違う色になるんで、今回白と裏腹に。おで、ルーフボンネットあたりがちょっと違う色になるんで、今ボンネットの裏塗りの準備に今剥がしてもらってるんだけど、これはもう完全に再使用はできる様子じゃありませんので外します。で、あと小サビが結構多いので、まあ、サビ封じ塗ってからサフェッサーで蓋した方がいいね。はいはい、ボンネットの裏です。で、サッシなんですけど、こんな感じで、まあ、センターピラーはもう先に塗ってあるんですけど、ドアのサッシはこんな色です。これね、レクサスの色ですね。で、ルーフもこの色になります。で、ボンネットもこの黒い色になります。なので、ボンネット裏と思って塗っていく準備していきたいと思います。これは大丈夫です。これも昨日筋肉痛だから腕やったんですか。昨日腕7セットぐらいやったから、腕パンパンよ。肩も腕もやばいもん。同じだからマントはかけない。いい感じですか。これで測ってたんです。このチリもね、無事にやったからね。あとはボンネット塗って、これ塗って、これ塗って、うん、黒く塗ったら、次こいつをパールホワイト塗ったら、うん、大体終わり、塗装は。まだ1ヶ月経ってないかな、多分。早い、うん。過ぎてさ、この作業一生終わんないんじゃないかなっていつも思ってんだよね。どうしたらいいと思う。生きてたらいいと思う。生きてたら OK。 アグレッシブ。
手入んな。エリより細いっしょ。うん。んじゃねえ。だね、はい、おはようございます。おはようございます。あとはこのドアの下地を進めれば本体塗装ができるね。まあ、かなりエクボ多かったからね。10個20個じゃ効かないぐらいあったんで、まあ、これをちょっと仕上げていきますわ。特にこの運転席が一番広かったかな。あ、でもそこ運転席が一番広いんだ。うん、まあ、とりあえずあのパテ拾ってある程度進めたんだけど、はい、まあまだちょっともしかしたらあるかもしれないから、はい、はい、うん、ちょっとチョコ入ってそうそう、ここら辺もね、そう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 、あるんでちょっとやってきますわ。はい、こっちも結構パテ入ってるんですね。うん、今日これ私お願いします。
全然これみんな使ってるよ。これね、コーデっていう。まあ関西ペイントの新しいサフェーサーだよね。改良版みたいな。まあ色が黒いっていうのでちょっと使ってるっていうのもあるけど。でもね、塗料もね、だいぶ値段上がっちゃったね。物価高やね。そうなの。これが今塗るやつ。そう、まあいつも塗ってるサフェーサーだね。まあこれにも塗ってるやつと同じだね。この灰色のやつはまた違う種類のサフェーサーなんだけど。これなんで色違うの？これね、わざと色違うようにしてるのはね、この、うん、こっからまたストレートなボディを出したわけでしょ、うん、ペーパーかけて、うん、この歪みを取りたいから、はい、それが分かりやすくするためにこうやって塗ってる。要はここが高かったら、うん、これ研いだらこの
薄色の方が先に出てくるわけでしょ、うん、したらあここ高かったんだとかさ、逆にこの黒いのがずっと残っちゃったら、うん、あここまだ低いんだなっていうのを、うん、まあ、教えてくれるためにわざと使い分けてるっていうのもあるかな、うん、まあ、使い分けなくても分かる人は分かるんだけど、うんうん、他の人が作業することも多いから、うん、まあ、より分かりやすくするためにっていう、うんうん、まあ、目的で使ってるね、まあ、あとは気分、ね、気分、うん、まあ、たまたま今これしかないっていうのも実は本当の理由だね。これが仕上げっていう、うん、一番最後につけるパテ、うんうん、厚りはできないけど研ぎやすくて、うん、薄付けしやすい。こっちは普通の中間パテって言って、うん、厚りした後のこの仕上げの1個前の段階でつけるパテ、うん、だから多少の歪みとかデコは取れるってやつだよね。だこれでへこみを直そうと思ったらそんなにできないのが仕上げパテ、うん、ただこういう普通の中間パテとかでも仕上げれるんだけど、うん、巣穴がどうしても開きやすいから、うん、そういうのをこいつでカバーしてあげるっていう目的だね。まあ、いろんな種類、これもこれ同じやつ。そうなんだ、うん、まあ、いろんな種類あるから、いろんなのあるんだね。そうそうそう、行ってなります。えい、えい。